ジョン・エント・イッスルは、イギリスのミュージシャン。ザ・フーのベーシスト、ソングライターとして知られる。ソロのシンガーソングライターとしても活動した。ロック史上最高のベーシストの一人とされている。ロンドンのチズイックで、英国海軍の軍人であった父と税務所勤務の母の間に生まれる。父・ハーバートからはトランペットを、母・モードからはピアノを教わり、7歳の頃には楽譜が読めたという。 11歳の頃に少年学隊の一員としてフレンチホルンを演奏したことが遠藤一するにとって初めての人前でのステージ経験だった。12歳の時、アクトン公立中学校でピート・タウンゼントと出会う。14歳になるとデュアン・エディに出会ったのがきっかけでロックンロールに興味を持つようになる。最初の頃はギターをかじっていたが、やがてベースの方に興味が移り、 自宅にあったマホガニー製のダイニングテーブルを使って、ベースを自作した。1959年、タウンゼントと共に、コンフェデレーツというバンドを組み、テキシーやトラットジャズを演奏した。バンドは長く続かなかったが、その後も、遠投一するとタウンゼントは、スコーピオンズというバンドで共にプレイするなど、付き合いを続けた。アクトン公立中学校を卒業すると、母親の勧めもあり、 税務署員という堅実な仕事に就くが、それ以降も就業後に音楽活動を続けていた。1961年の夏、中学時代の先輩であったロジャー・ダルトリーに、彼のバンド、リトゥアーズに勧誘される。遠藤一スルは、ダルトリーの悪道ぶりを耳にしていたので初めは、用心していたが、スコーピオンズを離れても失うものは、少ないと判断し、リトゥアーズに加入する。 翌1962年にはタウンゼントも加入、ザ・フーの原型が出来上がりつつあった。1964年にはバンド名をザ・フーに変え、前任のドラマーに代わりキースムーンが加入、同年7月にメジャーデビューした。ザ・フーのステージでは、所狭しと暴れ回る他のメンバーを尻目に、 涼しい顔で黙々とベースを弾き続けるスタイルを貫き通したが、そのリードベースとも称される大音量かつ超人的なプレイでバンドのアンサンブルを支えた。また、子供の頃から演奏してきたトランペットやフレンチホルン等を使用し、バンドのサウンドに広がりを持たせた。演奏ッするはタウンゼントに次いで多く、ザフーに楽曲を提供してきたが、彼の曲が採用されるのは、 アルバム1枚につき1、2曲程度であった。これに欲求不満を感じた遠藤一するは、1971年に、ファーストソロアルバム、衝撃、をリリース。ザ・フーの中で最初に、ソロ作を発表することになったが、当時はバンドに席を置きながら、ソロで作品を発表することが異例であり、一時はザ・フーだ大説まで流れた。だがタウンゼントは、 彼のソロ活動に肯定的であり、彼がアルバムを作ったことで、俺たちはより、ジョンを知ることができたと語っている。アルバムには、ザフーで発表した、ヘブンヘルのセルフカバーも収録されたが、全米126位に終わった。翌1972年にもセカンドソロアルバム、風の歌をリリース。これは、彼が作った動画的な物語を元にした、コンセプトアルバムで、当時では、 珍しいシンセベースを使用した意欲作だった。続けて、翌1973年にもサードアルバム、死後硬直を発表。このアルバムに伴い、ザ・フーとは別のバンド、ライゴー・モーティスを結成し、プロモーションを兼ねたツアーも行った。1974年、他のメンバーが映画、トミーにかかりきりになっている感激に、自身の愛称を冠したバンド、ジオックスを結成。 翌1975年に、ジョン・エント・イッスルズ・オックス名義で、マッドドッグをリリース、英米でツアーを行った。だが、これらのソロ作品やツアーはいずれも赤字続きで、穴埋め分はほとんどエント・イッスルが持ち出すことになった。これ以降、しばらくソロ活動から遠ざかる。1978年のキースムーンの死を乗り越え、1981年に6年ぶりのソロアルバム、 最後のヒーローリリース。全米71位につける自身最高の売り上げを記録した。ザ・フー解散後、1986年にザック、スターキー、ヘンリー・スモールらを迎えて6枚目のソロ作、ザ・ロックを制作するも、契約したレーベルが FBI によって閉鎖されたため、お蔵入りになってしまう。ザ・ロックは、その後1996年に発売されている。この頃より、 遠イ一するの経済的困窮がメディアで取り沙汰されるようになる。以降、自身が中心となって行う音楽活動からは遠ざかることになった。1987年、楽器フェアのプロモーションのために初来日。ザ・フーの中で最初に来日を果たしたメンバーとなった。1990年には、キース・エーマーソン、ジェフ・バクスターらと共にザ・ベストを結成。 このバンドで2度目の来日を果たし、ツアーも行ったが、一部から、オチムスターの荒稼ぎと揶揄され、客の入りは良くなかったという。1995年には、リンゴスターバンドへ参加し、このバンドで3度目の来日。2000年にもビートルズのトリビュートバンド、アビーロードの一員としてのために来日した。これで生前に4度、音楽活動で日本を訪れていたことになる。 しかしザフーとしての来日することは生涯一度もなく、ダルトリート・タウンゼントは彼の死後の2004年にザフーとして初来日、初公演を果たしている。1994年から1996年にかけて10ダス、プリーストのギタリストであるグレン・ティプトンのソロアルバムにドラマーのコージー・パウエルと参加し、アルバムエッジ・オブ・ザ・ワールドを制作するが、 アルバムは一時お蔵入りになってしまい、発売されたのは10年後の2006年だった。バンド名は、ティプトン、エントーイッスルパウエル名義となっている。また、作曲とボーカルはすべてティプトンが担当しており、エントーイッスルは、ベースの演奏だけに徹している。1998年、久々に自身が中心となるバンド、ジョン・エントーイッスルバンドを、結成、2000年にアルバム、 ミュージック、フロムヴァンパイアズをリリース。回帰趣味があった、彼らしい吸血鬼をテーマにした作品であったが、これが遠投一する生涯最後のスタジオアルバムとなった。ザフーの全米ツアー初日を翌日に控えた2002年6月27日、宿泊していたラスベガスのハードロックホテルカジノで死亡しているのが発見された。ラスベガスの検視官は、 コカインの摂取による心臓発作が死因であると断定した。血流中のコカイン量はそれほど多くなかったが、心臓の気症によって損傷を受けていた感情動脈がコカインによる影響で致命的な発作に結びついたと考えられた。ツアーの存続が危ぶまれたが、タウンゼントとダルトリーは、ジョンもツアーの続行を望んでいるはずだと、大役にセッションベーシストのピノ・パラディーノを立て、 ツアーを続行した。エントイッスルの葬儀は7月10日、ロンドン郊外のセントエドワード教会で行われた。葬儀には、ダルトリー、タウンゼントの他に、ムーンの公認として、ザフーに加わったケニー・ジョーンズも訪れた。遺体は火葬された後、グロスタシャーのストーンイコールザイコールウォールドにある、セエドワード教会に埋葬された。エントイッスルの死に関し、 ラスベガスの地元紙が彼の死亡した夜に、アダルトエンターテイナーが彼の部屋を訪れていた、と報じた。ザ・フーの関係者はこのことについて、そのような話はないと否定している。エントイッするの何百にも及ぶギターやベースの、コレクションは、死後、相続税対策のため、息子のクリストファーによって、ロンドンのサザビーズで競売にかけられた。 また、ストーンイコールザイコールウォルドに所有していた、イッ一ルの大邸宅と多くの所有物は、皮肉にも、彼のかつての職場である、租税検査官のうち国税収入に応じた、課税要求に応じるため、売り払われた。なお、かつてウィキペディアの当該ページに、サザビーズの競売にかけられたエントイッ一ルのベースについて、 ピーター・フックや日本の俳優の中村梅若がオークションでいくつか落札しているという記述があったが中村は自身のブログにてこれを明確に否定自身が買ったものは1998年に遠藤一するが離婚の医者料の捻出のために売りに出したものの一つで東京の店に入荷されたと知って買いに行ったと説明している エントーイッスする没後の2004年に発売されたザ・フーの新シングルリアル・グッド・ルッキング・ボーイではバンドからの依頼でグレッグ・レイクがベースを弾いている。また B 面のオールド・レッド・ワインはエントーイッスするに捧げられた曲である。以後、現在に至るまでザ・フーはベースに正式メンバーを迎えずピノ・パラディーノらをサポートメンバーとして活動している。エントーイッスするはベースを 聴衆の正面に向けつつ、斜め前に構え、さらに顔はヘッドの方へ向けるという独特の弾き方をしていた。アタック音を聞かせた上での素早い運指は、まさにリードベースと呼ぶにふさわしいものであった。そのプレイは、ギターの代わりにオブリガートを主張し、さらにメロディを奏でる、得意的なものであった。タウンゼントもザフーは、ベースとドラムがリード楽器で、ギターが、 リズム楽器と本来の役割が逆転していたところがユニークだったと語っている。そのプレイからサンダーフィンガーズとあだなされた。ザ・フーの大ヒット曲マイ・ジェネレーションで聴けるベースソロも当時のイギリスのミュージシャンはギターソロと勘違いしていたという逸話もある。だが、遠藤一スルはあくまでバンドのアンサンブルを重視しており、彼のベースソロをフィーチャーした曲は 存外に少ない。ステージでは、派手に動き回るタウンゼントやダルトリーと異なり、マイクスタンドの前に直立不動で黙々とプレイする、姿勢を貫いた。彼のニックネームザオックスはこれに由来する。本人は、動き回らない方がいい演奏ができることに気づいた。それにリードボーカルを取ることもあったし、いいやというほど、バッキングボーカルも歌わなきゃならなかったからねと、語っている。 自作曲においては、自らリードボーカルを取ることが多かった。またかなり高い声が出せるため、彼のファルセットは、ザ・フーのコーラスワークで重要な役割を果たした。だが地声は低く、その低音ボイスを活かし、ボリスの雲野郎や、サマータイムブルースといった曲でセリフを担当した。レコーディングでは、蒸気の通り感楽器や、キーボードを弾くこともあった。 ザ・フーの中で最も早くソロ活動に着手したが、レコードの売り上げには繋がらず、チャートの100位以内に入った作品は、トゥーレイト・ザ・ヒーローのみで、自作以降のアルバムは、チャートインすら果たせていない。クールな性格で、タウンゼントからは、ジョンは何に対しても無関心だったと指摘されている。ビル・ワイマンは、私生活では、最も静かな人物であるが、 ステージ上では最もやかましい人物であると評している。他のメンバーのように感情的になることは少なかったが、観客が暴徒化し警察がコンサートを強制終了させたことに腹を立て、ベースをアンプに叩きつけたことがある。また1966年には、バンド内で頻繁に起きる喧嘩にけ年には、バンド内で頻繁に起きる喧嘩に叩きし、ムーンと共に脱退することを考えたこともあるという。元妻のアリソン・ワイスは、 ザフーの演奏時にカメラが派手な動きのダルトリーとタウンゼントばかり映していたため、遠イッするが映らないことを不満に思っていた。また、遠イッする自身は派手な服を着て、オシャレをしていたという。回帰趣味があり、自作曲のテーマも死後の世界や変質者、アル中患者など、一般的に研究されがちなものを取り入れることが多かった。彼が愛用した雲を、 片切ったペンダントや1970年のワイト島ロックフェスティバルで着用した骸骨スーツにその一端が垣間見える。また銃器も所持していた。映画キッズ・ア、right ・オール・ライトの中で彼が自宅の庭でゴールドディスクを敵にして売っているシーンがあるが、このゴールドディスクは自分のものではなくダルドリーのものであった。生前、レッド・チェッペリンのバンド名は自分が考えたと主張していた。 だが、ジミー・ページは、エントイッスルが何と言おうと、あれは、キース・ムーンのアイデアだと完全に否定している。ただし、エントイッスルから聞いた話だと言わずに、ムーンがページに伝えた可能性はある。私生活では二度の婚姻、二度の離婚を経験している。一度目の結婚は1967年6月、相手は、幼馴染みのアリソン・ワイス。1972年に、息子、 クリストファーが誕生するが、後に離婚。1991年に再婚したが、やはり1997年に離婚している。ピート・タウンゼントは、エン遠イッスルを深く信頼し、エン遠イッスルのような音は本人にしか出せないとしている。同じベーシストだけにとどまらず、他の楽器のプレイヤーからも高く評価されている。他にもザ・フーの電気ドキュメンタリー。 アメージングジャーニーでピノ・パラディーの、スティング、ビリー・シーン、ジェッジ、ジェフ・バクスターらが賞賛のメッセージを寄せている。ロック史上最高のベースとの一人という評価が確立している。この他にも、斧や炎をモチーフにしたオリジナルの変形ベースを多数オーダーメイドしていた。ニール、ケントピア・ニッシモ32から33、ABC ・ニール。 ケントピアニッシも35から 36ABC、アルティミットガイド P154、ニール、ケントピアニッシも225から226、アルティミットガイド P152 ピートダウンゼンと、ロジャーダルトリー、ケニー・ジョーンズらが、ジョン・エントイッスルの葬儀に参列、ザ・フー・バークス音楽ニュース、ザ・フーのジョン・エントイッスル、死の前に、アダルトエンターテイナーと一夜を過ごしていた ザ・フーバークス音楽ニュース、ジョン・エント・イッスルの、ベースギター倍弱の一人ごと、アルティミット・ガイド・ P139、アルティミット・ガイド・ P153、ニール、ケント・ P56、ニール、ケント・ P55、ハット・ジョン・エント・イッスル・アワーズ、オール・ミュージック、映画、キッズ・ア・ー・オール・ライトより、ビル・ワイマン、サミー・ヘイガー、バン、ヘイレンのマイケルらが、ジョン・エント・イッスルをしのぶ。 ザフ・フーバークス音楽ニュース、ニール、ケント p 百十七ニール、ケント P102 電気ドキュメンタリー、アメージング・ジャーニー・ロ・ジャーナル・トリー二千三年インタビュー。DVD、キッズ・ア・オール・ライト収録。進行ミュージック・ムック、天才ギタリスト・ジミー・ページ完全版、二千四年。ISBN 九百七十八から四十四億百六十一万八千五百五十二 p 二百十 ニール、ケントピー140、ハ。ニール、ケントピー240、ニジョン・エント・ウィッスル・バイオグラフィー・ IMDB、ザ・フーのピート・タウンゼント、ステージで、キース・ムーンやジョン・エント・ウィッスルの例を感じると語る、洋楽ニュースロー69、ロッキングオンの音楽情報サイト、電気ドキュメンタリー、アメージング・ジャーニー史上最高のベースとご抽選。 史上最高のベーシスト50戦、史上最高のベーシスト50戦、サンダーフィンガーズエイトリビュートツーザレジェンダリージョン・エント・ウィッスルプロモ電気ドキュメンタリーアメージング・ジャーニーハット・ローリング・ストーン・リーダーズ・ピック・ザ・トップテンベーシスト・オブ・オール・タイム・ピクチャーズ・ローリング・ストーン史上最高のベーシスト50戦、ジョン・エント・ウィッスル・ギア1960から1966 ジョン・エント・ウィッスル・ベースギア・ホータブス。AB ジョン・エント・ウィッスル・ギア。1971から1974。ジョン・エント・ウィッスル・ベースギア・ホータブス。ジョン・エント・ウィッスル・ギア。1974から1985。ジョン・エント・ウィッスル・ベース・ギア・ホータブス。ジョン・エント・ウィッスル・ギア。1986から2002。ジョン・エント・ウィッスル・ベース・ギア・ホータブス。ジョン・エント・ウィッスル・ギア。 1986から2002、ジョン・エントウィッスル・ベースギア・ホーダブス。ありがとうございます。